どうも、ランニング専門 TV 整体師ゆうじょうです。本日は〇〇を使ってランニングのスピードアップしようという内容でお話していきます。本日の内容最後まで見ていただくことによって、ランニングのスピードアップがなかなかできない方というのは、あるものをうまく活用することによって今よりもランニングのスピードがぐーんと上がっていきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。でまずそもそもランニングのスピードは何が決め手かというと、足の回転数、ピッチと足の歩幅、ストライド、このピッチとストライドが上がることによってランニングのスピードというのは上がっていきます。で実はあるものを活用することによって、このピッチとストライドどちらも上げていくことができます。それが何かというと、こちらになります。坂道です。で実はこの坂道を活用することによって、ランニングのピッチとストライドをどちらも向上させていくことができます。ただこの足の回転数のピッチを上げるのと歩幅のストライドを上げるのでは、坂道の活用の方法が異なります。どのように異なるかというと、上り坂を使うのか下り坂を使うのかで、ピッチとストライドどちらを向上させやすいかが異なってきます。でまず足の回転数、ピッチを上げていくためには、筋肉をいかに素早く使っていけるかという体のキレですね、これを向上させていく必要があります。一方でストライド、歩幅を広げていくためには、地面をどれだけ強く押し出して体を前に進められるか、そういった蹴り出す力、筋力というのが必要になってきます。でこの足の回転数、ピッチを向上させていくための、体のキレを向上させるためには、坂道をどのように活用すればいいかというと、下り坂を活用していきます。下り坂を走ることによって体に重力がかかるので、走っている時に加速が生まれます。つまりスピードが自然とグッと上がっていくんですね。ですので下り坂を走ることによって自然とピッチを上げざるを得なくなります。結果的に筋肉のキレ、筋肉の瞬発的に使う動きというのが引き出されます。ただここで気をつけていただきたいのが、下り坂を走るときに歩幅を大きく、ストライドを広げて走ってしまう。このように下り坂をストライドを広く取って走ってしまうと、ブレーキをかけるような走りになってしまうので、ピッチを引き出すように下り坂を走るポイントとしては、歩幅をあまり上げずに走るということがポイントになってきます。一方でこの歩幅、ストライドを広げるためには上り坂を使っていきます。上り坂を走ることによって、これもまた重力の影響で後ろに引かれる力が働きます。でその後ろに引かれる力に負けないように体を前に持っていくので、お尻やももの後ろやふくらはぎなど、ランニングにとってはアクセル筋といわれる体を前に進めていく筋肉が刺激されやすくなります。でこのストライドを広げるための上り坂のポイントとしては、下り坂とは反対で歩幅を広く、ストライドを広く取って走っていただくと、よりお尻やももの後ろのアクセル筋が刺激されます。ということで本日の内容をまとめさせていただくと、ランニングのスピードアップには足の回転数、ピッチを上げることと足の歩幅、ストライドを広げることが重要です。この足の回転数を上げるためには坂道を活用しましょう。この坂道を走るときは歩幅を広げすぎず走っていただくことによって、筋肉のキレ、足の回転数というのが上がっていきます。一方で歩幅、ストライドを広げていくためには坂道を活用しましょう。坂道を走るときは歩幅を大きく、ストライドを広く取ることによってアクセル筋がしっかり刺激されてストライドが広がります。この上り坂と下り坂を活用してトレーニングをしていただくことによって、ランニングのスピードアップで伸び悩んでいる方はこの坂道を活用することによってそのスピードアップが図りますので、ぜひ活用していただければと思います。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。